そうですか。先輩にはもう他に好きな人が。そうなんだ。僕にはもう好きなキャ、人がいるんだ。だからごめん。今絶対好きなキャラって言いかけた。しかしまあ結局随分とベタな断り方にしたんだな。宇佐美先輩のことですか。は、うなずけ。趣旨変わってるぞ。いや、宇佐美さんは全然違いますって。お前には関係ねえだろ。だいたいあれは他人に見せるようなものじゃねえ。そんなにキサラがええの？キサラのこと忘れられるならうちの体さとみちゃんの思うようにしてもええんやで。何やってんのよあんたたち。キサラさん、今のは本当に違うんだ。おバカでいて可愛くて勉強もできて見た感じも完璧、将来有望確実な感じ。ブラコン、マー君最高。マー君かっこいいよ。え、特にそのクリームパンみたいな手で風船こねてるとことか。わからん。ほらみんなもここで拍手。あ、はい。いや、なんで先輩も拍手してんすか。お前もちょっと照れてんじゃねえよ。だからいい学校にしてくれよ。何ですかそれ、口説いてるんですか。ごめんなさい、狙いすぎだし気持ち悪くて無理です。振られた理由がこの前と違うじゃねえか。あっ、どっか。シド、今何をしていた。何って、心配させておいて女とイチャコラしているとは何事か。あっちゃー、だいぶ精神状態が不安定になった。お兄様は三枝先輩のような方がお好みですか、それとも渡辺先輩のような方がお好みですか。本日は随分親しくお話しされていたご様子。聞いてたのか。まあ、やはりあのお二方はお美しいですものね。もしもし、みゆきさん、何か誤解されてはいます。もしかして今のって口説こうとしてましたか。ごめんなさい、ちょっと一瞬ときめきかけましたが冷静になるとやっぱり無理です。あ、そう。俺は何度こいつに振られればいいんだろうか。カンザスさん見なかったか。あんたあっち行きなさいよ。そうですわ、通報しますわよ。はっ、何怒ってんだあいつら。どいてもらえるかな織村くん。え、わ、あ、おう。何ですか。まさかありえないと思うけど、もしかして二人は付き合ってるの。いいえ、私たちはただの友達。そうだよね。そうだと思って。まだね。ホタル、痛い。前に私から告白したの。でも返事もらってなくて。だからまだなのよ。お兄ちゃん、この人ザレてる。返事だって決まってるのにね。いや、その。だから今日踏み出そうと思ったんです。その、何？気にすんなよ。お前が悪いわけじゃないし。何ですか、昇進につけ込んで口説いてるんですか。ごめんなさい、まだちょっと無理です。ちげえよ。どうした、元気ないのか。ハスキーが慰めてあげよっか。あ、エッチの意味じゃないからな、勘違いしちゃダメだぞ。犬塚なら出て行ったぞ。恋の ABC？ は？プラン ABC よ。それほふるやつ！ ABC！ ゆうこだって昨日もお兄ちゃんと一緒の布団で寝たんだもん。
ちょっと待て、お前なんかすげえ勘違いもしてるな。私も寝たわ。え、ソラタのベッドで寝たわ。カピーン。先輩好きです。お、農具の好きがどうかしたのか。私と付き合ってください。おお、どこへ行くんだ。セックスしましょ。俺はサックスよりトランペットがいいな。即ハメオッケー。カメなのかオケなのかどっちなんだ。ちょっと苦しいですね。お前こそそんな告白がどこにある。なんでずっとくっついてるんです。ムロ、友達だからだ。いやだこの子、うん、友達の距離感が微妙に分かってないわ。しずるさん、何を。問題ない、私も小太郎と友達だ。うん、ルシアさん、あ、わ、何これ、腕が埋まるよ。3秒ルールだよ。落ちてから3秒までならセーフっていう。私の家に伝わるものとはちょっと違うようだけど、じゃあ手を貸してちょうだい。手？だから小物ってこい。